無差別の殴り合いにまで発展してきました。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回の題はメンツで対抗せざるを得ない中国についてです。なかなか白熱した戦いになってきました。日本も覚悟を決めなければならないような世界の動きを産経新聞の記事からご覧くださいませ。中国外務省は24日四川省成都市にある米国総領事館に閉鎖を通知したと発表した。米政権がテキサス州ヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を要求したことへの対抗措置。中国外務省はホームページ上に掲載した発表文で、責任は完全に米国にあると米側を非難した。新型コロナウイルスの流行後に先鋭化している米中対立がさらにエスカレートすることが避けられないとみられる。香港紙サウスチャイナモーニングポストによると、成都の米総領事館は1985年に開設。四川省や重慶市、雲南省、チベット自治区などを受け持っている。湖北省武漢市の米総領事館の閉鎖を中国が検討しているという報道もあったが、サウスチャイナ市は中国南西部を受け持つ成都の総領事館が米国にとって戦略的に重要だとの見方を示していた。中国外務省は発表文で、米国がヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を命じたことについて、中米関係を深刻に破壊するなどと批判。その上で、対抗措置を打ち出したことについて、米国の理不尽な行いへの正当で必要な反応だ。国際法や国際関係の基本準則、外交慣例に適合すると主張している。成都の米総領事館は、2012年に白起来重慶市党委書記、当時の側近が駆け込んだことで知られる。それがきっかけとなり、有力者だった白氏が失脚する事件が起きている。との内容です。やはりやってきましたね。先日のヒューストン中国総領事館の閉鎖要請から、あらゆる方面で壮絶な殴り合いに発展している模様です。FBI も米国内25都市で中国人民解放軍メンバーとみられる中国籍の米国ビザ保有者を聴取し、ビザに関する詐欺行為の疑いで中国人3人を逮捕し、4人目は在サンフランシスコ中国領事館に逃げ込んだり、いかに米国が本気になって対応しているかがわかります。またポンペオ国務長官も日本を含めた同盟国に対し中国との関係を見直すよう求められていて、実際にこれだけの行動を見せつけられているので、日本国内のあの連中もさらに冷や汗をかいてるんじゃないでしょうか。欧州でもフランスは2点3点しつつも結果的にファーウェイ排除に進み出し、先日 BBC が中国大使を呼び出して晒し者にしたイギリスでは、人権侵害に関わってる世界各国の個人などに制裁を与える方針を打ち出し、今のところ明確に中国の個人や組織はその制裁対象に入ってはいないものの、ウイグルなどのこともあるので今後どうなるのか目が離せません。そんな中国もこのように反発してくる国には対抗策をそれぞれ表明してて、ここまで来ると落としどころもわからなくなってきてるんじゃないでしょうか。いずれにしても自業自得ですから仕方ありませんよね。さて、経済制裁から物理的な制裁にまで発展してきた世界対中国の構図、最後の手段にまで発展するのかが気がかりで、さらに目が離せませんが、内容としてはいかがだったでしょうか。ぜひともチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。以上、日本にとっても平和ボケを脱するため、ここがまさに正念場です。